はい、ということでね、本日高尾山にやってまいりました。もうね、綺麗がもう綺麗な空気がね、もう吹きすさんでて相当いい環境でございますね。登山をされる方は結構意外と多いですね。意外とね、まだまだお店がちょっとね朝早いんでまだやってないんですけど。確かに。なんとね、まあなんか久々に来たんですけど、駅に直結で極楽湯できてるっていうね、最高の仕様ですよ。もうだから登山やって汗かいてそのまま風呂に浸かって帰れると、で新宿まで確定で寝て帰るっていうね。極楽すぎて。極楽すぎてね、もう寝ちゃいますけど。本日ね、一緒にお供するね、登山クラブ第1号メンバーの、友人と来ておりますけども。お願いします。お願いします。関明夫店で。そうですね。だからまあここに来たっていうのもまあ一つね、関さんが関わってまして。いや、そうなんだ。まあこの前関散歩っていうね、テレ東の番組で。はいはい。やってましたよね。西多摩じゃない、奥多摩鍾乳洞とかね、はい、でそれ見てもう行こうと高尾山に行こうと。高尾山とりあえず西の方のね、まあ名山っつったらもう高尾山だなと。なるほど。いうことでね、本日はもうね、この前から言ったナイキのね ACG のジャンパーとね、耐久性高いディッキーズのチノパンと、まあこのね ACG の AO と、こちらがどんなねトレッキングシューズで、横から、ああそうですね、ちょっとめくってもらって、うん、こういう仕様でこれでね、こう調整できるっていう。結構ソールもね厚くて、今んとこ全然めちゃめちゃ歩きやすいですね。ちょっとね、僕あれですよ、あの旅靴ね、安全靴、980円、ニューエラ見せてる。ニューエラ大好きマン、ね、全身ニューエラですよ。全身ニューエラです。全身ニューエラマンも、全身ニューエラマンとか着てるんですけど、まあどんなだからトレイルっていうかね、まあだから稲荷山コースか6号コースを攻めようと思うんですけど、はいはい、6号コース行く、まあ、滝が6号コース、滝があるんですよね、6号コースは。はいはい。稲荷山コースはなんかどっちかっていうとこのもみじとか紅葉の時に来ると綺麗に見えるみたいな、なんか説があるので、まあ、とりあえずちょっとじゃあ6号コース今日は攻めてみたいと思います。はいはい、それではレッツレッツ登山登山。これがですね、うん、ケーブルカー乗り場で、まあ、こっちですね、稲荷山、あ6号路現在通行止めです。え6号路今現在通行止めと、まあ、これですね、こっち、いや6号は今封鎖されてるで、じゃあもうこっち行くしかないですよ。じゃあみんなこっち行ってんのか。じゃあ、あ、なんだよ。なんだよ。今日京王線で来る時もね、乗り間違えましたからね。まさかの北の駅からなんだっけ、バスだから調布駅から本当は二股に分かれてね、で北野駅に行く予定だったのが、油断してたらなんか南大沢の方行っちゃって、で南大沢からバスで北野駅行って、そっから高尾山口っていうね、だいぶ舗装されてますけど、山道になるのかな。いや景色やっぱね、灰が喜んでるね。あの上にあるね、あの頂上のこれが頂上ですかね、おそらく。それがお寺か。まあ、とりあえずあそこを目指して、頑張りますと。前歩いてる方は結構、棒とか使って、本格的な方ですけど、ちょっとね、どんなもんか、行ってみたいと。もう息切れ。それは言わないですよ。はい。ね。まあ、ちょっと軽く登ってきたんですけど、6号路はね、封鎖されてるってことで、横に6号路あるんですけど、本当だとあっちの方の森林の中をね、行くんですけど、この病院なんですよね、高尾山。高尾病院で終わるんじゃないかと、道がね。高尾山病院で登ってきただけなんじゃないかと思ってたら、なんとこ、上にね、通じる道があると。なんか前に歩いてたね。ね、ちょっと仙人っぽい方がね、こっから。こっち行ったんで、多分こっちから行けるはずなんですけど、まさか病院の裏にこんなね、
登山ルートがあるっていう。確かに後続の方も来てるんで、さっさと行っちゃいましょうか。病院の裏来たんですけど、通行注意ということで、谷川を通りなさいということで、こちらのね、こちらを通ると。ちゃんとその山道になってるんですね、病院の裏も。まあ、あの辺が病院なんですけど。谷川、すげえ。いいじゃないですか。え？これ。あ！カントリーロードじゃん。あれがもうね、病院で。あそこはもう今まだ5分くらい経ってるんですけど、もうこんなに登ってきましたね。いやー、綺麗。来た。2.2 キロ。お地蔵さんがいるんですか？あ、ほんとだ。お地蔵さんがいて、びっくりした。ほんと？人います。びっくりした、今。クレイジージャーニーでなんか山奥のカカオを取りに来た。カカオハンターに連れてくっていくための気持ちわかるわ。もう切り株が倒れてるって、すごいこれ。あ、固定されてるよこれ。すごっ。これ1本で支えてる。大丈夫これ1本。あ、ワイヤーだ。これ一本だったら相当大変だこれ。山の向こうの頂きが見えてきた。山頂一号路あちらですね。ちょっと見ますかね。ちょっと建物がね、花粉症がひどくて建物見えるんですけど、自然研究一号路っていう方に来たら、あれはだからもうちょっとカフェみたいなもんですかね。ちょっと行ってみましょうか。はい、はい、ということでね、今猿園のところまで、来ちゃいまして、まあ、舗装されたところですね、自然研究寺1号と2号の分岐があって、2号行ったらこういう感じで山道の方ですね、行ったはずですけど、私どもはね、今こちらの舗装された道路を通って4号路の吊り橋の方にちょっとね、うん、目指してみようかな。吊り橋行った方がいいんで、ちょっとねどんなもんか行ってみたいんですけど、もうね意識最高ですね。ここで満足しちゃってもいいぐらいで、でも全然まだ歩き足りないんで、さらなる上上り詰めましょうね。じゃあ猿園ね、名物で五代目おっさんの熱心ですね。私たちがね、だから大学の時に登った時は多分1代目、2代目とかじゃないですかね、もしかしたらね。カップルコンテスト、カップルコンテスト、あら、美男美女だね。こちらがですね、かなり分岐点でございまして、まあ、4号路っていうね、こちらが4号路らしいですよ。で、三山橋っていうね、吊り橋が行けると。こっちの方行くと、まあ、結構でかいお寺みたいなのね、あるんで、ちょっとこっちはもうね、舗装されて預けないんで、でも自然の道に行きましょう。下り坂が続きますね。ちょっと手ぶれしてたらすいませんね、ほんと。わあ、水。これぞ、トレイルですね。ぬかるんで。ぬかるんできてる。ほんとに、わあ、圏央道だか中央道だか、テンション上がりましたね、この感じ。サマーランド近いですよね。すげえ。すごいな、なんか木でかっ。これすごいな。なんか自然でついた色かしら。すごいいいカラーリング。これ落ちたらもう死にはしねえか。
これ、ひえ、土かこれ、なんか木かこれ、なんだこれ、気持ち悪いな。根っこ、根っこか、吊り橋らしきものが私どもね、手前どもの想像をはるかに下回った感じこれ宮前、あ、だからこれなんだよ、吊り橋。ちょっと行ってみます。これですよ。うわー、これ夜来たらめちゃくちゃ怖いだろ。確かに。ねえ。よし、行きましょう。おお、揺れるね。いやー、すごいぞ、これ。おお、ヒューイヒューイだ。怖い。全然大丈夫。もう川のせつらぎが、よしよしよし、バカだね。いやー、すみません、気持ちいい。いや、よかったね。いや、確かに。いや、全然よかった、やっぱ実物より。実、もう靴と一緒。もう実物の方がいいって。いや、ようやっと、また、登りに入りました。すげえ、これ。木のトンネルですね。幻想的。あ、くぐる。フリーメイソンの儀式。すごいね、この赤い実が。なってるところ、これカカオかね、これ。コーヒー豆、これカカオか。食えそうだけどね。ね、いやー、でも辛そうだな。甘いか辛いか酸っぱいかどれだ、ね、基本そうだね。すごいね、いい感じのベンチがあったんで、ちょっと休憩して。こういうとこまで来て特茶飲むっていうね、これ。よし、じゃあ休憩していきましょう。またね、看板できまして、4号路で山頂に行くか、いろはな森コース行って山頂に行くかと。まあなんで4号路はちょっともあれなんで、じゃあいろはな森行くか、行きましょう。ね、こっちでございますよ、こっちね。はい、6号路で行ってたらね、多分6号路だけだったかもしれないけど、まあ意外とこうやって分岐して楽しむのも面白いね。ロマサカみたいな感じ、すごい。いや、でもこれカメラ持って、カメラと携帯こうやって撮りながら歩くの初めてかもしれない。結構足元やられてる。足元ね、結構そうそう、ずいってね、うん、結構行っちゃうのよね。どここれ、どっちかこれ。こっちも行けそう、こっちも行けそう。まあ、こっちか。うわ、いろはの森って感じになってきたな、これ。ねえ、根っこすごい、根っこの海からこんなに根強く、お、なんだよ、あれ階段か、すげえ、これめちゃめちゃ人工的な階段じゃん、もう。結構長い。結構長い、これ。きつい階段。白いの、なんか。白い。嘘。ああ、終わった。長かった。ああ、ああ。あれなんだろう、確かに。ちょっと見えづらいですけど。なんかあの、貯水タンクみたいな。ね、うん。終わった。あ、
で合流するんだ。なるほど、これが舗装された道。はあ、あの建物だ。結構上まで来てない。あ、来てる。よしよしよし、あともうちょっとですね、山頂まで。さっきの白いのはこの電波塔でしたね。どうやらもう山頂着いちゃったみたいですね。1時間10分ぐらいですか。意外と早かった。どうやら水飲めるらしいんで、ちょっと水飲んでみます。はい。あー、うまい、最高。もう部活の時にこういった水飲んで以来の水ですね。この直水このタイプのね。ね、学校の。それではね、山頂に向けて。結構人多いですね、平日なのに。カジュアルめな女子が。カジュアル、カジュアルなの。すごい全然オールスターとかで来てる方も。うわっ、うまそう、ソフトクリーム。舗装された道が一番来てるの。おお。ゲームでした。あー、来た来た来た、懐かしいね。山頂、山頂着きましたが、ちょ、それよりも富士山めっちゃ綺麗。 MT 富士が、めっちゃすごい。なんかね、ちょっと今年の1月ぐらいには富士山見た時雪積もってなかったんだけどね、ちょっと怖い夢じゃってね、うん、ちょっとあれ来るんじゃないかみたいな、おかしいぞなんおかしいぞなんつったけど、まあ雪無事ね積もってよかったですわ。お、すげえすげえすげえ、お、すげえ、はい、ということでね、頂上やってきましたけども、早速ね、ちょっと昼食ということで、ダイエット食の、こんにゃくと山菜なめこ汁ということでね、健康にいい2品ということでね、意外と早く来ちゃいましたね、これね。確かに1時間ぐらいですか、うん、休憩もまあほぼほぼ挟まずね、ノンストップでほぼ来ましたけど。いやー、頂上ね、こちら、まあ本当はこっちじゃなくてあっちの方がいいですけど、症状感はあるんですけど、とにかく腹減った腹減ったっ、とにかく腹減って、しかもこの、まあ、あの喫煙もできるっていうね、最高の場所だったんですあれどうですか、靴の感じは。いや、全然意外と疲れてないですね。いいでしょ、これいいですか。まあ、メッシュになってるんで、ね、結構通気性もいいんで、うん、そんなに蒸れもなく、あ、ほぼノンストレスで来たんじゃないですかね。おでん、あとおでんだけちょっと、おでんに花粉がすごくね、目がめっちゃかいてめちゃめちゃかいて、みんなくしゃみしてますからね、頂上。いただきます。うん、みんなくしゃみしてる、うん、あー、もう最高ですね渋いね、料理も渋いけどちょっとまあ、花粉症にちょっと味覚があんまりないですけど、ね、話させて、まあ、下山してるんですよ、通行止め6号なんで、こちら3号のね、ちょっと舗装されたやつ、結構ネイチャーネイチャー、はい、はい、ネイチャーネイチャーしてる、よいしょー。え、そうですね、ちょ、声が小さかった。膝がちょっと痛すぎるな、ちょっと下山の方がきついわ、これ。
確かに。早いけど。やべえ、膝。拡大しよう。痛い、痛い。やばい。ちょっとゆっくり。早っ。いやー、無事ね、下山できました。だと45分ぐらいですかね。まあ、やっぱり勢いちょっと早いけど、疲れましたね。下山とかきつい。あれ、あなた、一回足ぐねりましたよね。マジだった。ゴーッと足元、うわーっとなって。めちゃめちゃ足くじきましたね。もう終わったと思いましたけど、なんとかね、なんとかこう体が切り返して、直後ね、吸収して、ダメージは収まりましたけど、あれ、ちょっとね、今腰に来てますから、ね。まあ、とりあえずね、とりあえず高尾山はもうこれで、一回でしたんでね、また次のね、奥多摩の方に行きたい。ということで、また次、登っていきます。レッツ、登山、登山。入れるね、こういうところで駅のね、すぐ出たところに。何ですかこれ、汚れ落ちてます。いや、分かんないんだよね。今日は新品だったけど結構汚れてるんですよ。これでも嬉しいんじゃない、スニーカー好きとしてはね。日頃たまったね、スニーカーいっぱい持ってきてこれ洗うっていうの。ショック。あ、閉めてきた、やばい、閉めた。